2012年度のダボス会議にて、ハーリード・アブドゥル・アジーズ・アルイ・コール・ファー・リハは、サウジアラビア王国の実業家、同国の保健大臣、エネルギー、産業、鉱物大臣、サウジアラムコ会長、CEO を歴任した。アルイ・コール・ファー・リハは1960年にリアドに生まれ、ダンマームで育った。テキサス A&M 大学に学び、 機械工学科を1982年に卒業。その後、MBA をキングファハド大学の石油工物で1991年に取得した。1979年にサウジアラムコ入社。数年間を経て管理職に登用される。1992年にコンサルティングサービス部に配属された。その後、機械設計システム部門を中心に、 複数の技術部門の管理職に従事し、1995年1月に CSD のマネージャーとなる。1995年後半にラスタヌラ製油所の保全部門のマネージャーとなり、1998年に事業分析部門のマネージャーとなる。1999年7月、サウジアラムコとフィリピン国営石油会社との合弁事業である。 ペトロン株式会社の社長に就任。2000年に帰国して、サウジアラムコ上流ガス事業の研究チームの副会長となり、その後、2001年5月にガス事業の開発調整担当の副社長に就任。サウジアラビアのガスイニシアチブをつなぐ、国際的石油会社その他の主要な国営石油会社との交渉役として重要な役割を果たす。 最終的に次の4つの合弁事業に結実した。南ルブアール・ハーリー社、ルクサール・エナジー、市のサウディガス、インティアープス・サガス。2004年10月、サウジアラムコ社の取締役に就任。同時に、サウジアラムコとシェル・トータル社との合弁事業である南ルブアール・ハーリー社の取締役会長にも就任した。2008年11月、 当時のサウジアラムコの社長兼 CEO であったアブドンラージュムワが退任。創業担当の副社長であったアルイコール・ファーリハが後を継いで2009年1月より社長兼 CEO に就任した。2016年5月引退したアリーアン・ネアイミーの後を継いでエネルギー、産業、鉱物資源大臣に就任。直例により石油省からエネルギー、産業、 鉱物資源省への名称変更も行われ、さらに電力省も吸収した同時に、アルイコールファーリハは、サウジアラムコの取締役会会長の職位も保持した。しかし2019年8月に、エネルギー、産業、鉱物資源省は、エネルギー省と、産業、鉱物資源省に分離され、産業政策の担当から外れる。9月には、サウジアラムコ会長から解任され、 9月8日にエネルギー大臣からも解任されたことが国営放送で発表された。現在、ダーラン在住。サウジアラビア人のドクター・ナジャー派、アルイコール・ガラウィー夫人と娘二人、息子二人を持つ。アルイコール・ファーリ派は多くの社会的な活動に参加している。さらに、ダンマー・ムシの市政評議会の会長、村協議会です。 彼の役員その他のコミュニティ重視の組織は、技術職業訓練法人の女性のための小規模事業支援のプリンススルタンビン、アブドゥルアジーズ基金、障害者のための東部集協会などの理事も務めている。さらに、アブドゥラー国王科学技術大学の創設者の一員として、新宅理事会の理事も務めている。また、米国、サウジアラビアビジネス協議会の理事、 JP モルガン国際評議会のメンバーでもある。ありがとうございます。